はい、では改めまして皆さんこんばんは。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 お願いします。私が、鎌倉にある会社で面白方針カヤックの、ディレクターで中村と申します。本日は、ライブスマウト、群馬県のご紹介するライブ配信をさせていただきます。今日はですね、群馬暮らしオンラインセミナー、古民家改修のリアルと地方移住というタイトルで、1時間半にわたって、ライブ配信をお届けいたします。Facebook ライブでつなげてますので、コメント欄で、例えばご質問だったり、応援メッセージみたいなものでもいいです。何か聞いてみたいことがあればコメント欄からお気軽に、ご連絡をお願いいたします。まあ、タイミング見つけて拾って、皆様今日登壇いただく方に回答いただきたいと思っております。でまず、今回私が、カヤックという会社がなぜ群馬県庁さんの PR をお手伝いしているかというところをちょっと1分ぐらいご紹介させていただきます。はい、画面共有させていただきました。こちら、スマウトという移住、スカウトサービス、スマウトというサービスを、我々カヤックがご提供しております。全国で移住を検討している人たちがご登録いただき、で全国の行政の皆さんとか移住者を募集している事業者の皆さんがいろんなコンテンツをご掲載いただくことが可能になっております。そんな中で群馬県、今回テーマになる群馬県、いろんな自治体さんが情報を掲載していただいてるんですけれども、群馬県庁さんがこういうふうにコンテンツをいっぱい、スマートの中にもご掲載いただいております。群馬県さんはリモート県っていう PR を今リモート推しでされてたりするんですよね。はい、そんな中で、今日お話しいただくのがこちらですね。群馬県の中之条町の、村上久美子さんと中之条町の、移住者である悟り拓さん、に、登壇をいただいて、この古民家で実際のところどうなのってところをお話しいただきたいと思っております。ではここからそれぞれに自己紹介をお願いしたいと思ってるんですけれども、最初は、村上さんからじゃあお願いしてよろしいでしょうか。レディーファーストで。はい、ありがとうございます。レディーファーストいただきましてご紹介させてお願いしたいます。中之条町の移住定住コーディネーターをしております村上久美子と申します。で、普段移住者の方たちのいろいろな相談に乗ったりとか、あと町の空き家調査とかもやってたりする関係で、そうですね、あれなんです、その自分も空き家を最近取得して古民家改修しましたので、すごい、こういった機会をいただいてお話しさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、わーみたいな。お願いします。はい、じゃあ中之条町にお住まいの、悟り拓さん、軽く自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、悟りです。僕は移住者というか、ね、地元に戻っただけなので、なんかこの場にいるのが申し訳ないんですが、なんか自分で家改修してやっと最近住み出しました。そんな感じです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチパチ。はい、では、中之条町、町役場の平方さん、自己紹介お願いいたします。はい、中之条町役場企画制作課の、平方と申します。で、まあ、今年度から、まあ、本格的に移住担当になりまして、でまだまだ分からないこととかありますが、まあ、今回のセミナーだったり、まあ、オンラインの移住相談会とかを通していろいろ勉強していきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後、群馬県庁の猪熊さん、お願いします。はい、群馬県庁の方で移住促進の業務に当たっております猪熊と申します。出身は伊香保温泉がある渋川市というところに住んでおりまして、今県庁の方に勤務させていただいております。今日は90分ということなんですけれども、皆さんとざっくばらんにですね、公民館改修とあと地方移住って何なのかっていうところについて語っていければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、
というわけで今日はこの、5名でお話し進めていきたいと思ってます、ぜひ Facebook のコメント欄が、なんか賑わってないと結構寂しい気持ちになったりするので、ぜひ、ご質問でも応援メッセージでも何でもいいのでどんどんコメントお願いいたします、はい。では早速なんですけれども、一番最初は群馬県のご紹介っていうところをお願いしたいんですが、猪熊さんお願いできますでしょうか。はい、ちょっと今から画面共有をさせていただきます。で、私の方からのざっくりにはなるんですけど、まず群馬県ってどういうところなのっていうところをご説明ご紹介させていただきます。まず群馬県はですね、東京駅から新幹線で約50分、こちらのですね、高崎駅ですね、上越新幹線と信越の新幹線が乗り換えができるところになりまして、東京駅から数えて50分になります。まあ、高崎の他にですね、みなかみ町にあります縄文高原駅、あとは安中市にある安中榛名駅の県内に3つの新幹線の駅がございます。で、新幹線の他にも高速道路を使っても90分でアクセス可能となっております。練馬から、群馬の真ん中の前橋インターチェンジまでですね、地図の方が5つの色に分かれておりまして、さまざまな特色があるの5つの地域があるんですが、こちらは講談で紹介させていただきます。群馬の生活についてですね、ざっくり分けますと、この5つの利点に分かれます。細かく見ていきます。まず第一に、物価の安さ全国3位ということでですね、2016年調査では全国1位だったんですが、2018年の調査で全国3位ということで、東京と比べまして物価がかなり安いといったところですね。とりわけこの住居費については東京の約半分ぐらいですね。ただその分、車社会になりますので、こういった交通費というところがちょっと高くなっております。続いて子育て環境の充実ですね。県内の35の市町村があるんですけれども、どこに住んでいただいても中学生までお子様の医療費は無料になります。これはかなり全国でもトップレベルの手厚い制度となっております。また結構土地が広かったりするので、ドクターヘリの体制も整っておりまして、もし緊急の場合にはドクターヘリが出動したりということも可能ですので、そういったところで安心面で、まあ、体制が整っております。はい、続いて災害に強いといったところですね。結構群馬に住んでるとなかなか、こう感じないかもしれないんですが、関東の中でも地震の揺れがかなり少ないっていうのがこの群馬になります。近県と比べても、半分以下というところですね。また私のちょっと実感としては、結構台風なんかも結構最近多いんですけども、群馬に住んでるとあんまり被害が感じられないなっていうぐらい大きな台風が来ることは少ないですね。はい、続いて群馬なんですけども、古くから小麦栽培が盛んでですね、そちらを使ったこういった粉食の文化がかなり各地で食べられるものがあります。有名な焼きまんじゅうですとか、あとは伊香保の水沢うどん、太田の焼きそばなんかもありまして、最近は県内の食材を使ったすき焼きなんかも県の方でおすすめしているグルメになります。で、豊富な観光資源で休みを満喫ということで、群馬の方は群馬の四大温泉地ということで、草津をはじめですね、草津、伊香保、島、みなかみですね、こちら四大温泉地なんですが、そちらをはじめとしてかなり多くの温泉地が県内に存在しています。また富岡製糸場のような世界遺産のような文化施設もかなりございますので、休日は県内で遊び倒せるというような群馬の特徴になります。これ猪熊さん、ちょっとよろしいですか。はい。なんか中之条町の皆さんは、なんか行きつけの中之条町だったら行きつけの温泉地ってあったりするんですかね。中之条ですと、やっぱ島温泉ですかね。この後ちょっと写真が出てきますので、そこでご紹介させていただければなと思います。そうですね、はい、でちなみに草津はこれ15年連続なんですけれども、これ記録更新しまして2019まで連続1位なので、今17年連続になっております。すごいですね、はい、続いて県内を5つのエリアに分けたところのご紹介させていただきます。まず北毛エリアという利根沼田エリアですね。こちらは尾瀬高原ですとか、あとは水上のスキー場ですね。あとは川を使ったアクティビティなんかも有名で、結構季節ごとのアクティビティが魅力です。1年間を通していろいろなアクティビティが可能になります。続いて、今日ご紹介する草津や島などが多くの温泉地が集まる吾妻エリアになります。草津温泉をはじめとしてですね、真ん中の方が、高山村にある群馬国際天文台というところで、国立天文台でですね、
かなりこういった天体観測なんかも可能になります。で、これがその中之条の石前館という千と千尋の神隠しの舞台にもなったと言われる四万温泉の温泉地ですね。あとはキャベツで有名な妻恋村なんかもこのエリアに含まれます。はい。そして群馬の中心地県央エリアということで、この辺は都市と自然がうまく共生しているような場所になります。群馬の中心の前橋市ですとか、これからかなり紅葉がきれいになる伊香保温泉のこの梶川橋といったこちらですね、こちらも有名です。で、冬になると伊香保の方にスケートリンクなんかもありまして、こういったアクティビティも可能になります。はい。続いて工業地帯が多く存在する東部エリアということで、ヤギ節、これ浅草でもやっているような大きなお祭りで、結構群馬の県内の人はみんな知っているような大きいお祭りになります。あとはスバルがあったりですとか、あと渡良瀬渓谷鉄道なんかもあって、結構工業が盛んな地域が東部エリアの東毛地区になります。はい。そして最後に豊かな自然と文化遺産が現存する西部エリアということで、この宿場町の雰囲気を残した神羅町の小畑というエリアですね。それと、あと富岡製糸場ですとか、すいません、失礼しました。そういった文化遺産がかなり残る施設になりますね。あとは、この神の流れる神羅町っていうんですけど、このエリアだとこういった川遊びなんかもできるようになってますね。で、粉食文化、先ほどちょっと触れたので、ここは飛ばさせていただきます。はい。最後にお試し移住住宅ということで、県内に8の自治体で今お試し移住住宅やってはいるんですけれども、ちょっと実施状況についてはコロナウイルスの関係もありますので、各市町村にお問い合わせしていただきまして、もしご利用いただけるようであればぜひご検討いただければと思います。はい。ちょっとざっくりで走りになってしまったんですけれども、これで終了となります。ありがとうございました。まあ、なんか県単位で考えるとちょっとコンテンツが多すぎて、そうだ紹介したものがいっぱいありますよね。はい。なんか今ご紹介いただいた中で、村上さん、さとりさん、平方さん、なんかご自身のおすすめスポットとかあれば、なんか簡単にご紹介いただいたりできませんか？じゃあ僕からいいですか？さとりさん顔切れてる。さっきのね、壁前の写真あるじゃない、壁前のあれね、この間友達が行きたいっつって写真撮ったわけ、うん、でも子供たちもものすごい喜んでて、うん、いやすげえ、なんか俺も久しぶりに行ってみて、なんか改めてあそこいいなと思った。今この子多分このオンライン見てると思うんだ、うん、あ、本当ですか？そうそう、写真撮った、手振っとこうじゃ。そうっていう、なんか、まあそんな感じです。うん。改めてね、改めてやっぱりおすすめってありますよね。見るだろうけどっていう。ありがとうございます。他はございますか？いや、うちはだから今ご紹介いただいた四万温泉、今紅葉が最高潮に綺麗で、連日観光客の方いらっしゃって、でよく四万温泉うち近く住んでるので、うん、いいね、温泉毎日入れるんでしょって言ったけど、毎日は入れないですね。でもたまに1ヶ月に1回ぐらい行くと、あ、いいな、やっぱ温泉近くにあるって最高ってやっぱ思いますね。そうですよね、うん、僕も温泉に見えないんで、めちゃくちゃ羨ましいです。そう、群馬県基本的にもうありすぎなぐらい温泉があるので、すぐもういろんなところにすぐ今日はここ今日はここみたいな、うちの町内だけでもそんな選択肢もできます。贅沢ですね。ぜひ移住して、贅沢なんで。じゃあなんかおすすめスポット、こう役場職員として平方さん締めのおすすめなんかあれば。おすすめスポットはまあ、島ですと、まあ、清流の湯とか日帰り温泉施設なんですけども、まあ、そこは、まあ、観光客じゃなくても、まあ、地元の人も、まあ、気軽に立ち寄れる、うん、まあ、温泉なので、まあ、よく友達と行ったりとかはしてますね。あ、行くんだ。お、はい、行くところ。清流の湯って正月元旦からやってるんですよ、朝から。毎年朝一入ってるよ。最高、最高の年始ですね。すげえ寒いけど、うん、
結構元旦が狙い目っていうことですね。ありがとうございます。元旦からやってるんですよね、温泉。いいっすね。ナイスです。いやー、なんか行ってみたいですね、温泉。まあなんか今、まあ、群馬県全体ということでお話をいただきましたが、でここからはあの中之条町、についてのちょっと概要をご紹介いただきたいと思ってるんですが、お願いできますか。あ、はい。ではあの始めさせていただきます。で、まあ、中之条町なんですけども、群馬県の、まあ、北西部ですね、まあ、吾妻郡という郡に、まあ、属している町になります。で、まあ、2010年に、まあ、西側の旧国村と合併いたしまして、まあ、現在の形になりました。で、まあ、郡内で最大の面積人口を有するということで、まあ、面積が 439.3 平方キロメートルで、まあ、人口が 15,544 人、まあ、10月1日現在住んでいるということになります。で地形なんですけども、まあ、盆地だったり河岸段丘だったり、まあ、恐竜地になっています。ということは結構寒いってことですか。冬はそうですね、マイナスとかになったりするので気温が、まあ、寒いし、あとはまあ夏だと本当に40度近くにもなるので、まあ、夏暑くて、まあ、冬寒いっていう、まあ、気候になります。で、まあ、あの今寒いです私。すいませんね。すいません、話しま最近寒いですね。はい、寒いです。で、まあ、中之条町、まあ、面積広いんですけども、まあ、あの8割が 山地だったり森林ということで、まあ、あの人の住んでるエリアっていうのはかなり限られてきます。8割ってやばくない、中之条。やばい、やばいですよ、8割山林って。超山っつって。山です、ほぼほぼ山ですね。やばい、はい、じゃ続けてください。はい、すみません。はい。で、まあ、あの、まあ、木が多いっていうこと、あ、はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、観光地で、まあ、あの猪熊さんと、まあ、あの同じになってしまうんですけども、まあ、石前館ですね、まあ、千と千尋の神隠しの、まあ、油屋の、まあ、モデルになったと言われている旅館があります。インスタ映えしそうですね。そうですね。そうそう、みんなこの橋を渡るときに息止めて渡るんですよ。千と千尋見た方ならご存知かと思うんですけど、結構息止めてる人 いっぱいいます。昼間じゃなくてライトアップしてる方が、うん、そうでしたね。なるほど、はい、ちょっとじゃあ後で Google で、ね、Google で、はい、Google でちょっと表示するようにしましょう、はい。で、まあ、お隣が尻焼温泉っていう温泉なんですけども、あの 川の中にあって、うん、で川の中であの温泉が湧いてまして、でそれで、まあ、川の中でこう、まあ、入るっていう形になります。で、まあ、あの24時間、まあ、無料で入れることができるので。夜真っ暗ですけどね。真っ暗ですね。え、村上さん行ったことある？え、いやいや、私ですか？うん、知り合い行ったことある？知り焼き行ったけど入る勇気がなくって、あの結構地元のお父さんたちが入ってるんで、そこにあの入り込む勇気がなく、なるほど、ね、いつもちょっとこうこういう感じであの近くを通り過ぎるばかりで、ね、まだ中之条町民になりきれてないんですけど、はい、これ結構地元の人はあの入られるもんですか、はい、観光客向けっていうより観光客の方とかいらっしゃいます。でここ水着着用かなんですけど、結構地元のお父さんとかちょっとそのまま。ええ、尻焼きってさ、はい、あの水着着用ってダメでしょ、裸でしょ。あ、大丈夫ですよ。あ、いやいや、大丈夫だったような、はい、気がするんですけど。大丈夫、はい、いや、はい、俺に行った頃は裸じゃなきゃ無理で、もう怒られる。じゃあちょっと、そうそう、結構、まあ、じゃあその辺は最近緩やかに変わってきたんですね。そうですね、はい、うん、そうですね。あ、平方さんどうぞ。あ、はい、すいません。じゃあ次のスライドお願いします。はい。で、まあ、こちらが、まあ、国地区 の、まあ、あの観光地になるんですけども、まあ、茶つぼみ苔公園っていう、まあ、苔があるんですけども、まあ、見られるのが本州でここだけということで、まあ、あの酸性の皮じゃないとちょっと生育することができない、まあ、珍しい苔になりまして、まああの本当に実際行ってみると本当に緑の絨毯みたいな感じで、本当に綺麗に綺麗な
光景が見れます。へえ。で、まあ、隣も、あの、のぞり湖といいまして、あの、まあ、手前に咲いてるのが、あの、のぞりキスゲって言われてる、まあ、高山植物なんですけども、まあ、こちらで、まあ、なんか、キャンプだったり、登山だったり、まあ、レジャー系のものを、まあ、楽しむことができるのが、のぞり湖ですね。うん、はい。で、あと、次のスライド、いいですかね。はい。で、まあ、次も、まあ、国地区なんですけども、吉川平湿原っていう、言われているところがありまして、で、あの、まあ、あの、こちらも多くの動植物だったりとか、まあ、絶滅危惧種の、まあ、あの、生き物だったりとか、動物とかが、まあ、見れる珍しいところになっております。で、まあ、お隣が中之条ビエンナーレっていう、まあ、最近できたイベントなんですけども、まあ、2年に一度、中之条町全体が、あの、まあ、美術館みたいな感じになりまして、で、あの、まあ、廃校舎だったりとか、まあ、空き店舗とかを、まあ、一時的に、まあ、再利用して、まあ、作品の展示をするということになっております。で、まあ、あの、まあ、町全体が美術館のようになっているので、まあ、スタンプラリーとかもやってまして、まあ、全部集めたら景品がもらえるとか、そういったこともやってるので、うん、まあ、あまりアートとかに興味がない方でも十分楽しめるようなイベントになっております。うん、で、次のスライドお願いします。はい。で、まあ、最後に移住支援施策なんですけども、まあ、こちら、あの、先ほど猪熊さんに説明してもらったように、移住体験住宅というものがあります。で、ま、中は本当に綺麗なんですけども、まあ、以前は普通の古民家ということで、まあ、あの、一般の住民の方が使ってたんですけども、そちらを町が、まあ、引き取って、まあ、改修したということになります。で、まあ、年内がちょっと休館ということなんで、まあ、今はやってないんですけども、まあ、月3万円で借りられるので、まあ、移住者向けの施策としては結構有名ですね。うん、で、あとは住宅リフォーム補助金がありまして、まあ、新築住宅だったり中古住宅を取得された方には補助金が出ます。で、あとリフォーム補助金なんですけども、まあ、こちらは一般の住宅向けの、リフォーム補助金だったり、あとは空き家を取得して改修される場合も、まあ、リフォーム補助金出ますので、うん、はい、そういった制度があります。移住者が利用できるってことなんですよね。町民も利用できるので、まあ、あの、特に対象となる人は限られてないですね。ということは、なんか村上さんと、あの、悟りさんも、あの、住宅取得されたっておっしゃってましたけど、利用されたんですか？いや、してないです。あれ？私もしてないです。まあ、あの、いや、あの、そうですね。まあ、使えるってことですね。はい、そうそう。この制度、初めて知ったわけじゃないんですけど、うん、はい、まあ、俺には適用されなかったなって。そうそう。そういうんじゃなかった。なんか条件があるんですね。そう、業者さんが作ったりとか、うん、DIY が基本的には、うん、それは自分でやってくださいって形になるので、うん、町内の業者さんを使ったりとか、あとそこに住民票がなかったりとか、そういったことが必要になりますので、はい。なるほど。まあ、地域振興とかの意味も兼めて、はい、そういう業者さんがかどうかで、ね、はい、結構でも使われている方多いですね。あの、ちなみになんですけど、この写真の A の家、うん、俺、うん、はい、あの、直しで入りました。そうなんだ。そうなんですね。そうなん、知らなかった、それ。ありがとうございます。やったな、あの、移住体験住宅作っていただいて、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。やったわ。で、なんか結構移住体験施設、なんかこう、なんか市営住宅とか町営住宅とかをなんか使ってたりするケースありますけど、うん、これ結構綺麗な感じですね。そう、あの、やっぱ空き家でもう町にとかにこう引き取ってほしいみたいな結構な古民家を改修したらほぼ新築になったっていう、うん、そう、でも、あの、驚かれますね。で、昨年度から始めた事業だったりするんですけども、うんうん、あの、移住を体験してる人限定でご紹介させていただくと、すごい、なんかここに住みたいですって言われることが多かったんですけど、そう、あ、ちょっと違うとこへみたいな案内してます。ここに住みたいって結構ご利用される方多いです。
いいですね。ここに住みたいなんて言われると、うん、そうなんですよ。手を加えた悟りさんなんて嬉しいですよね。いや、まあ、まあ、うん、まあ、うん、仕事で行った。今そこ運で良かったんじゃないですか、ね。マジ。はい、ひらかたさん、すいません。続きお願いいたします。あ、はい。ちょっと最後に子育て支援等ということで、まあ、今は、保育料だったり給食費が、まあ、無料になる制度をやっております。であとは予防接種費用を全額補助したりとか、そういった事業をやっています。で、まあ、本当に紹介しきれないほどいろいろあるので、まあ、あの詳細とかはあの移住希望者向けの冊子である、まあ、中野城で暮らすという、まあ、資料がありますので、そちらにあの支援とか制度一覧がありますので、まあ、そちらご確認いただければと思います。で、はい、中野城町の概要こちらで以上となります。ありがとうございます、はい。まあ、なんかこのあたりの詳細について聞きたいなというふうに思ったときは、あの中野城役場で平方さんだったり移住コーディネーターの村上さんに相談すれば、なんか詳しくご紹介いただけるっていうことですか、ね。はい、はい、そうです、もちろんです。で、そのなんだろう、該当する方に対してはこういうの使えるから使ってみないよっていうご提案もさせていただいてますので、うん、はい、何かあればご連絡をお願いします。確かに、まあ、なんかこの辺あの移住コーディネーターとか、うん、あの行政の人たちに、あのなんか今回のテーマ古民家なので、なんか古民家ってどうなんですか、はい、とか聞いたときに、うん、古民家について詳しくない人だとね、なんて答えていいかわからないと思うんですけど、うん、実際に古民家を回収したり、買い取ったりしてらっしゃる人に直接相談できるっていうのは、ちょっとなかなか他の地域ではできないことかもしれませんね。うん、ありがとうございます。ではここからは、今回ご登壇いただいている村上さんと悟りさん、このお二人にフォーカスを当てて、どんなご経歴で今中野城町で暮らしていらっしゃるのか、なんかその辺をお伺いできたらと思ってるんですけれども、最初村上さんの経歴からお話をお伺いしてよろしいでしょうか。これ資料が何か猪子さんあるんですね。はい、はい、私の方から資料があります。共有します。資料を共有している間に、今 Facebook の方のコメントが結構あの来てて、本当ですか。上原さんって方が温泉談義が熱いですねっていうありがとうございます。猫さんって方、子供も息止めて橋を渡ってました。あ、やっぱりみんな息止めちゃいますよね。はい、金子さんが絶対夜の方が素敵って金子さんも言われますね。やっぱりあれ、その金子さんが友達かも。はい、あの小鳥さん、子供と一緒、子供たちと一緒に見てますよって言われてます。あんまり佐藤さん、あの具体的な名前とか言わなくて大丈夫じゃあ資料の準備できたみたいなんで、あの言ってダメなんだ。いや、でも言ってもいいと思うんですけど、なんか言われた方がやめてって思うかもしれない。そういうことですよね。はい、すみません。SNS とかね、おっかないから。そうです。これちょっとあの村上さんの自己紹介なんですけども、猪駒さんがちょっと資料と、まあ、いろいろあの、ご紹介、いただけるということなんで、猪駒さん、ありがとうございます。はい、あの、インタビューの時にいろいろお伺いいたしましてですね、村上さんは長野原町ですね、中野城の隣町出身で、東京でファッションスタイリストとして働いておりまして、2010年に群馬へ自衛隊移住ですね。で、2016年から中野城町の移住コーディネーターとして活躍をいたしまして、以来数多くの移住希望者をサポートしております。で、現在はあの先ほど、自己紹介の中でもおっしゃっていたんですが、自身で古民家を購入いたしまして、その改修を進めながら移住希望者の相談に当たってくれています。はい、ありがとうございます。なんか店長職員さんが村上さんの全てを知っている。すごいですね。よく知ってますね。いやびっくりです。インタビューでこう聞き取れたところだけですよ。ありがとうございます。でもなんかここあのファッションスタイリストからっていうところ、なんかあまりの話がジャンプしてる感じなんですけど、この辺の流れってどういう経緯で。あのそうですね、どう説明したらいいのか分かんないんですけど、本当にあのもともと吾妻郡内、本当にさっきおっしゃっていただいたように隣町の出身で、中野城自体も土地勘、まあ、知り合いはあんまりいなかったんですけど、土地勘があった地域だったんですけども、で高校卒業して上京して、で都内でずっとしばらくそうあのタレントさんの衣装とかで働いてたんですけども、なんかそうあの結婚を機に中野城町へ J ターン、主人がずっと中野城町から出たことのないような出身 の方なので、でそれきっかけで中野城町に2010年、ちょうど10年前ですね。だから町民歴今10年なんで、まだ全然ペーペーなんですけども、で
来て、まあ、スタイリストは一回辞めたんですけど、そう辞めて中野城で何しようかなって本当にうろ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 したのがあるよあるよという間に移住コーディネーターになったりとか、なんか実はそうです、ね、中野城町でスタイリストできたらよかったんですけどね。あでもね今ちょっとちょこちょこあるんですよ仕事が。なんか各地の PR 動画とかこのローカル番組とかでちょっと助けてくださいって。そうまさかこっちに来ても仕事 しなきゃいけないと思ってなくって、そうなんとなくやってます今もそんな感じです。はい、飛びすぎましたかね。いやありがとうございます。なんかちなみに移住コーディネーターのお仕事について、なんか具体的にどういうことやられてるかだけ教えていただけませんか。はい、移住コーディネーターそもそもなったきっかけっていうのが、やっぱりさっき言ったように東京から戻ってきて本当に何して暮らそうかなって考えた時に、さっき役場の平方くんから説明があったように、移住なんだか中野城ビエンナーレとかそういうアートのイベント、もともとファッションのスタイリストだったんでアート関係とか芸術にも興味があって、そういったことを手伝ってるうちになんかいろいろコーディネーターにならないかって言われてコーディネーターになったんですけど、基本的に仕事内容としては何でもや誰に聞いたらいいか分かんないっていうことを私が解決するっていう、もうワンストップ窓口でやらせていただいてるんですけども、で大きな役割としては移住者と地域の橋渡し、これにつきますね。でいろいろお仕事だったり住まいだったりとか、地域の方と仲良くするにはどうしたらいいんだろうかっていうのを一緒に、その移住希望されてる方と二人三脚で一緒に考えるような仕事をしております。すごい、はい、いやこういった方がいらっしゃる町と、うん、いない町では全然違いますよね。これ平方さんずいぶん助かってるんじゃないですかそうですね、特になんか移住したいっていうふうになんか役場に問い合わせが来る人が、まあ、何件かあるんですけども、それでもやっぱ行政の立場としてできることってだいぶ限られてくるんで、やっぱり村上さんってなんか、まあ、仕事探しとかだったりとかもう本当に何でもやってくれてるので、本当にこちらとしては大変助かっております。そうですね、いや素晴らしい。はい、村上さんありがとうございます。なんかはい、とんでもない、セキララにプライベートも語っていただいてありがとうございますどこまで公私混同してるんですよね。だからそうしないとコーディネーターやっていけないので、どこまで自分のこと喋っていいか分かんないですけど、喋っちゃいましたね。そうですね、はい、いやでもなんかここまでいろいろお話しいただくと、なんか実は僕もこういうの悩んでてとか相談しやすくなるんで、非常になんか重要なポジションだなっていうふうに気づかせて、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかここからはさとりさんについての自己紹介をお願いしたいと思っております。はい、皆さん資料と紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、続いて悟り拓さんですね。悟りさんは群馬県の中野城町出身で、地元を離れて県外で生活していたんですが、2年前に村上コーディネーター相談によって中野城町で U ターン移住ですねの先輩移住者になります。で中野城町で U ターン移住後は、自身で古民家の改修を進めているというところですね。うん、そうですういっす、ありがとうございます。今村上さん、村上さんじゃない、悟りさんご自身はどんなお仕事をされてるんですか。仕事はそれこそこの間開業したんですけど、うん、4代目悟りっていう何でも屋です僕も。おー、なんか何でも屋、例えば どんなこと最近やられたんでしょうか。だからさっきも話したような、うん、僕が派遣だ、その長野に行ってなんか人気として行くのもあるしとか、うん、頼まれたことをする、僕、うん、何でもできるんですよおお、かっこいい何でも、まあ、例えばその古民家の改修みたいな、そういったなんか工務店っぽい動きも。そうですね、工務店ばりにしたければ工務店も紹介できるんですけど、うん、っていう感じですね僕。はい、なんか、うん、何でもやっていうとね、やっぱ難しいですよね。うん、難しい。だけどなんかそういう外仕事とかじゃなくて、なんかその家庭教師とかもしたいし、とかっていうことなので何でもやって言ってるんですけど、ちょっと村上さんとは質が違う何でもやというか、なんて言っていいか分かんないので何でもやって言ってるだけなんですけど何でもいいです。はいまあでもなんかなんて言うんでしょうね、例えば地方の方に行けば行くほど公務員から農家さんやってたり、はい、まあ兼業でいろんなお仕事を やってたりやらないといけなかったりすると思うんですけど、はい、そういった形でも職域を自分で絞らずに何でもお手伝いしたりサポートしたりしてらっしゃるんですかね。そうです、なんか中野城限定ですけどね、だ 限定というか、うん、中野城だったら僕何でもできるんですよ。へえだからですねありがとうございます、はい。まあ、ここから具体的に古民家の改修の話とかを具体的な話をお伺いしながら、なんかこの何でもやってるっていうところをもうちょっと深く聞いていければと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、
ここからは、村上さんご自身が個人的にやっていらっしゃる古民家の改修について、お話をお伺いできればと思っております。資料とかお写真を交えながら、お伺いしたいと思ってるんですが、はい、今出てきました、こちらのお写真。この建物は何なんですか？今、私がいるところです。あ、今もともいらっと、しゃそうるなん、ところ。今ここ、そう、今後ろ、私のバックって皆さん 見えてます？なんか老舗料亭みたいでしょ。実は、その今映ってるビフォーの建物を改修した感じのところになってます。なんか結構古そうやばいっですすね。いいですね。やばいろいろ、そう、登記簿取ったら、なんか新築年月日不明。でもなんかちょっと端っこの方にすごい手書きで慶応って書いてあって、慶応って何？やばい。それはやばい。江戸かしらみたいな感じの建物で、多分でも増改築してるので、その本当に古いところとかは一部だと思うんですけど、結構すごかったですね。でこれは比較的町のね、中心街に近いところに今あるんですけども、もともとね、商店だったところなんですよ。で商店お店屋さんで、いろいろお米とか燃料とか雑貨とか、そういったところ、アイスとかパンも売ってたって近所の人が言ってて、結構昔からね、近所の方たちのなんかちょっと集いの場でも、もう2、30年前ぐらいには閉めちゃってて、ずっとこう、そうなんですよ。お店としては閉めてて、しばらくやってなかったところなんですけども、はい。で、これ先日撮ってきた写真、アフター見せますね。見せて、皆さんに。こちらですね。わー。ビフォーアフターで見るといいね。すごい。この昔のガラスがいい感じですね。そうなんですよ。ちょっと立て付けが悪いところがあって、一部慎重にしか開かないところがあったりとかするんですけど、やっぱそのまま外観はそんなにイメージ崩さ、でもそんなに変わってないですよね。いやー、これイメージは絶対変えちゃダメなやつですよね。そうそう、だからなんかその前の持ってる雰囲気を変えずに、でもちょっとかっこよくみたいなテーマでこちらは直しました。素晴らしい。で、こちらがその昔の名残の片屋商店の看板ですね。そうそうなんですよ。それは残してるんですね。残してます。で、ここを取得した経緯とかは特に後でお話したらいいですか？あ、じゃあまた資料を見ながらで大丈夫ですか？はい、かしこまりました。次の資料いきますね。次、中に行きます。やめてこれもでも回収中のところですね。中ですね。これだいぶもう荷物がなくなった状態で、もう結構中間地点ぐらいの状態でこんな感じなんですけども、最初はもっとすごかったんでしょうね。すごかったですね。で、壁紙とかもビリビリ剥いで、わーって言って結構物を捨てた状態なんですけど、今これ皆さん目にしっかりと焼き付けていただいて、しっかりとすごい目まとせずに、ここすごいですよ、はい、いくぜ。これです。わ全然こんな感じになりました。なんか資料を作るにあたって、村上さんにここってこれですかって聞いたら違いますって言われて、もうちょっと変わりすぎてわからなくなっちゃうぐらい。あ、確かに。そうですね。今村上さんが座ってるところですか？あ、その隣のところなんですよね。また後で写させていただけたら。いや、色合いもシックでおしゃれですね。ありがとうございます。じゃあ続いていきますね。はい。次は1枚になります。はい。わ、同じ角度から見た。同じ場所です。お店に変えてるんですか？そうですね。で、土間も全部コンクリート打ち直して、お店じゃないんですよ、実は。またなんか説明すると長くなるんですけど、私の趣味の間ですね、奥に見えるのは。何なんだろうな。実際にこの天井なんかも村上さんが全部塗っていただいたんですよね。見えますかね。そう、昔のところ昭和のリフォームみたいな感じで、その化粧板みたいのが全部ついててね、蛍光灯がブラーンってぶら下がってて、それを全部破壊しましたなるほど。でも抜いた方が雰囲気ありますね、はい、かっこいいのが出てきたので、でそれをちょっと加工してやってます。なるほど。いや、かっこいい。趣味の間、ありがとうございます。これ次まだお写真ありますか？あ、これで終わりになっているので、ここで、その取得した経緯とかもお話しいただければ、はい、あと今現地からせっかくつないでいるので、この写真で収まりきらないところもご案内できたらいいかな。資料給与を一回解きます。はい、ありがとうございます。これ取得した経緯みたいなところ教えていただけますか？はい、実は私、さっきちょっと言わなかったんですけど、移住コーディネーターをやってるのと、実は本業は一人で今不動産業をやってるんですね。そうそう、不動産屋なんですよ。こう
こういう感じなんですけど、ラフな不動産屋みたいな。でそれでいろいろ移住コーディネーターとか空き家調査とかもやらせていただいてるんですけども、でもともとそう、去年の8月までこちらにお父さんが一人で住んでらっしゃったんですけども、その方が亡くなってしまって、娘さんと息子さんが相続されたんですけども、その方とちゃんと直接知り合いだったので、で相続したところだけどすごく広いので、さっき外観の写真出たと思うんですけど、この母屋だけで建坪114坪で、元お店屋さんだったので広くって、もう自分たちもお家建ててるしどうしたらいいか分かんないななんて言って相談乗ってて、じゃあなんかでもお父さん亡くなったばっかりだから、この建物がなくなっちゃうのは寂しい、お商店だったのもあるし、ご近所さんからもやっぱ亡くなったら寂しいって言われてるので、じゃあ一緒になんか活用できる方法を考えるかっていう形で考えて、気づいたらうちが取得して、いや、そこだいぶ話ジャンプしましたよ今。本当ですか、私の中でこう自然な流れだったんですけど、じゃあうちが買っちゃえ、そう、まあ不動産なんで買っちゃえって言って買って、自分でじゃあ回収して、でもともと名前が、その商店の名前が片屋商店っていう、ひらがなで片屋って書いて商店だったんですけども、それを引き継いで今複合施設片屋、ひらがなで片屋っていう形でやらせていただいてて、その中に今飲食店さんがまだ閉店準備されてるんですけど、もう明日の仕込みとかで入ったりとか、さっき写真に写った私の趣味の場だったりとか、はい、テナントがもう入ったってことですか？そうです、入ってます、入ってます、もちろん入って今営業されて、はい、今すいません、私こんな皆さんが作業されてる隣でひっそりと一人で喋ってるけど気にしないでっていう形でお送りしてるんですけど、これ取得されて今1階部分、ちょっと1部分テナントで、はい、一部もご自身の趣味のスペースにされてて、はい、で、はい、それだけではこの広さが全然余ってると思うんですけど、はい、余ってる部分はまだちょっと改修が済んでないんですけど、これからちょっと春先に向けて改修をして、まだ公には発表してないけども、でも言っちゃって大丈夫と思うんですけど、いろいろ町のさっきのビエンナーレでのアーティストさんたちのレジデンス、寝泊まりする場所で活用したりとか、もう用途は決まってるので、もう改修あるのみっていう形で、春に向けてまだまだ私の改修は続くんです。なるほど、楽しみですね、はい、楽しみです。怖さもあるけどできるかしら。いやでもこれね、普通だったらやっぱり回収するのすごい大変なんで、もう壊しちゃって、なんか駐車場にしたり、新築建て直したりが本当は楽だと思うんですけど、こういうふうに街の景観を残してくれるように活用してもらえるのはありがたい話ですね。ありがとうございます。それを言っていただけると本当に一番嬉しくって、でやっぱここを活用するっていう形で話した時のご近所さんすごく喜んでくださったんですけど、そうで実際今飲食店さん入って、ご近所の方がすごくご飯食べに実際来てくださってるんですよ、ものすごく、なのでそういう時に、ああまたここに商店であってね、来たことがある人とかがまさかまたここの中に入れるとは思わなかったって言われると、よっしゃみたいな、よかったよって、もっと褒めて私のことをみたいな感じで。ちなみに何ていう飲食店なんですか？飲食店さんの名前がひらがなで、またお手の久保さんって言って、別の場所で、10年間営業されていて、そこをちょっと卒業しなければいけなかったので、移転オープンっていう形で、ファンの方もたくさん、もともと町民のファンとかもいらっしゃったので、今そのファンの方たちが待望の新規、またリニューアルオープンみたいな形でいっぱい来てくださってます。連日10月の、ね、14日にオープンしたばっかりなんですけども。これですか？あ、そうです、そうです。それがね、前の店舗、まあ、ありがとうございます。そう、前の店舗の時がそこで、今実は私のところに移ってます。あ、そうそうそう、毎日このご飯食べてるんですよ私。これ最高ですよ。これちょっと時間に見るともうなんかお腹がなくて、ね、お腹すいた。お腹すきますね。そう、明日の仕込み絶賛今されてるんで、明日も、はい、もしお近くの方は素晴らしい、いいですね、お越しください。はい、はい、いやーなんかこれだけでも、不動産屋さんとしての、例えば、はい、不動産の仲介業というか、ご紹介したりっていうのも、そのスペースでやってらっしゃるんですか？あ、ここでは特にはやってなかったりとかはしてます。もうなんかここはどっちかというと、なんだろう、町の活性化みたいな感じができればいいな、本当に誰でも寄れて、いろんなジャンルの方たちが、そのアーティストだったり、町民の方だったりとかの人たちがごちゃ混ぜになれる場所を作ればいいやって思ってるんで、単純に買った時だけ不動産屋っぽかったんですけど、あとは全然なんかもう、土方の人みたいな、毎日から作業着着て、ずっと回収してるだけなので。はい、で例えばやっぱり今日のテーマの中で、まあ、コミュニカを使った何か、はい、そういったものに興味がある人たちは、村上さんにいろいろ相談したい人が出てくると思ってるんですけども、あ、そうですね、はい、この場所に行けば村上さんに会える確率が高いってことですか？あ、だいぶいますね、毎日で。やっぱりそういった方の、今までやっぱ私空き家調査やってたりとかする関係で、移住してくる方に空き家の斡旋とかもすごくいっぱいやってるんですよ実は。なんですけど、空き家の斡旋をすごくしてる割に、自分が取得して回収してなくって、頭だけしか分かってないなって思って、自分で
なんていうんですかね、取得して回収したらもっと説得力出るよなと思って取得したので、うんうん、今最高ですよ、空き家のなんていうんですか、回収のこうアドバイス説得力があるので、うん、一緒に回って、あ、いけるいける、これいけるいける、作れるみたいな感じでアドバイスできるんで、何かあればいつでも言ってもらったら大丈夫です。しかもなんかこの辺ね、あの女性の、あの女性に不動産聞けるっていうところもこう安心感がさらに高まると思うので、うんうん、ね、ありがとうございます。いろいろなんかチャレンジしたい人とか、うん、に相談するといろいろアドバイスいただけそうですね。はい、ぜひ遊びに来てください。ちなみに回収とか今 やろうとされてますけど、お手伝いしたいっていう人出てきた時って手伝えるんですか？はい、あ、もちろんもちろんで言ってもらって、実はここの本当に場所とかもボランティアさんとかそのお手伝いさんがいなければ本当に無理な感じぐらい手伝ってもらってるので、うんうん、ね、いつもなんかそう SNS とかで明日ちょっと漆喰の壁塗るんだけど誰かみたいなポンポンポンってつぶやくと、ボランティアさんが漆喰の壁塗った時は20人ぐらい来てくれて、はい、そういい感じにみんなの個性が壁に出てて、あ、なるほど、そう、味になる、そうなんですよ、そうなんですよ、今そっちがちょっと後ろ、あ、漆喰の方行きますかね、見えるかな、今ちょっとコンビニ行かない、せっかくなので移動してるんですけども、この皆さんボランティアさんで作っていただいた漆喰、綺麗でしょ？綺麗です、うん、こんな形で皆さんに手伝ってもらってできました。お店全体の絵が見えるかな、今飲食店さんこんな感じでやってます。あ、広い、はい、広いんですよ、なぜ広いので、あ、じゃあ本当に、でなんか漆喰塗りとか DIY 手伝った後に、あの、はい、そちらの、お手の久保さんで一緒にご飯食べたりとかしたら、そうですですね、最高です。さっき写真で出てきた上がりもちょっと照明があって見づらいかなと思うんですけど、うん、こんな感じ、あ、さっきのところですね、そうですそうです、ビフォー、ここかな、うん、おこたもあったりとかします。ありがとうございます。はい、いや、ありがとうございます。この古民家の話多分もっと掘れば掘るほどずっといろんなエピソード出てきそうで、一生喋ってられますねもっと話を聞きたい人はもう直接あの、はい、手伝いに行ったらいろいろ聞けるよって感じで、ね、はい、もちろん来てください。はい、でここからは今度お待たせしました、何でも屋のさとりさんのコミュニカーについてお伺いできればと思ってるんですが、いや、なんか村上さんの後に打ち出すのは恥ずかしいんだけど、あららら、順番間違っちゃいましたかね。いやいや、そんなことはないですよ、すごいですよ、さとりさんも大丈夫、これ大丈夫、大丈夫ですよ。ちょっとお写真の共有をお願いします。さとりさんの方がすごいですよ、さとりさん家の方が絶対すごい。なんですか、その お互い上げていく感じお互い高め合ってるんです、高め合ってる感じはい、写真共有いただきましたね、はい、ありがとうございますこれなんか謎すぎる写真なんですまず外観ですね、はい、あれ説明はこれ、え、僕がですか、あれ、あ、してくれる、さとりさんしてくださっていいと思います。はい、あ、いいですか、あのこの左上に見えるのが最初借りた状態なんですよで、これはこれ見えてるのはあの住む場所じゃなくて昔なんか動物を飼ったらしいんですよで、そのそれの跡地なんですけど、はい、で、これ僕はあの村上さんと違ってあの友達が少ないので一人でやってるんですよ、これなもんで一人なんですよ、僕これで、この壁とかだんだんぶっ壊してって素手で押して倒して解体して、はい、火つけて燃やすって、で結果どうなったかっていうのがこういう感じ、すげえ、意味よく意味が分かんないですよね、スロープっていう、そう、このスロープのところにそのなんか動物を飼ってた小屋があって、そうそうそう、そうです、こんだけまっさらにしたんですね。はい、でその奥に見えるのが母屋なんですよ。おお、なるほど、これですね。いや、もう、はい、僕さっきの小屋を住めるようにするって言われたらどうしようって、もうドキドキそんなの無理ですっていう準備してます。じゃないんですよ、さすがに。はい、こんな感じですかね、外観は。はい、中行きますね。はい、やばいですね、やっぱ改めてこれ壊したさっきの小屋じゃないんですよね。壊した小屋じゃないんですよなんですけど壊した小屋もこういう感じです、うん、でこれ母屋の中ですよね、母屋の中ですよね、そうそうそう、これが中なんですよ。でこれ築どれぐらい経つんですか、築どのくらいなんですかね、村上さん、これ
実は私が紹介したんですよ、この空き家を。だけどあの残ってないです。そう、私がこの、これも分かんないんですね。そう、悟りさんここいいんじゃないって言って、よくよくよく今まじまじとビフォーの写真見てたら、こんなんよく紹介しました、ね。いや、もうそうだし、俺これどうかすなと思いましたよ。そうですよ。よく、うん、まあいいけど、でき、そう、いやでも よく借りたなって。改めて今これ今だから、なんか今その売買じゃなくて借り出るっていうところ、はい、そうなんですよ。空き家実はものすごい面白いことだと思ってて、なかなか貸してくれないじゃないですか、うん、そうなんですよね。なかなか空き家でましてや移住されてきた方になんか貸すのは、うん、なかなか気が知れるね、嫌なんでちょっと怖くてできないっていう方が多いんですけど、そこは私の出番でちょっと交渉して、うん、これ、これなんか言える範囲でいいんですけど、なんか夢を見たいんでお伺いしたいんですけど、家賃ってどれぐらいなんでしょうね。あ、言って大丈夫ですよ。はい、1万円です。月。あ、でもこの家だけじゃなくて、あれ、さとりさん、ここ敷地どのくらいあるんでしたっけ。3000坪です。一山持ってます、俺。で、家賃今、はい、はい、1万円で交渉していけました。そんな感じです。だけどまあこんな状態ですよね、しょうがないよね、それはね。でアフターに行きたいんですけど、はいはいはい、変わりすぎてわからないので、一旦ちょっと目に焼き付けましょう。この柱を覚えておいてください。あ、はい、大事大事。これがこれですね、はい、でこれだんだん綺麗になってるんですよね。アフター行くとこうなります。うっそこんな感じです。すごい。でさっきの柱がこれです。柱しか面影ないですよね。そうなんですよ。うん、えこれあの日程に見える、うんうん、ここの外見えるってるじゃないですか、うんうんうん、これとかはそのあの壁すべてぶっ壊してるので、うん、土台から柱から何から位置から僕が一人でやりました。すごい。一人で。すごいです。寂しかった一人。みんなでやった方がいいと思う、古民家って。でもなんかアーティスト気質ですね。こういうのストイックに自分で作り上げていくって楽しそうですね。いやそれがですね、なかなかできないんですよ。いやできないと思います。モチベーションが上がらなくて大変なんだもん、うん、でもモチベーション上がらないのこの仕上がりちょっとすごいですね。逆にそれはすごい。まあでも仕上がり見て、この写真見るとすげえいいとこですよね。うん、うん、すごくいいとこですね。我ながらよくできたなと思ってます。いや、本当です。なんか途中でね、あの たまにさとりさんとこお邪魔して見に行くと、うん、なんかそう、さとりさん何してるんだろうっていうぐらい、なんで家作ってるんだろうって毎回いつも思ってたんですけど、ね、ま、これ借りてからこの状態になるまでどれぐらいの期間がかかったの。そう、うんと大体丸2年かかってますね。だけど、まあ、働きながらなんで、ああ、うん、そうそう、週末とか利用してね。ああ、だからちょこっとやっちゃは、うん、働いてまた働かないで家触ってみたいな、あ、そんなテンションです。すごい、なんかスペインのあのサグラダファミリアみたいにずっとずっと作るみたいな。え、これもう完成したんですか。え、もう完成したんですか。あの引っ越してます、もう、うん、え、完成はしてないですけど引っ越してます。どういう意味ですか。あ、もう住んでるってことです。はい、もう住んでるんですけど、そうそう、あの水がまだ引けてないので、あの川の水で生活してます今。そう、さとりさん U ターン移住なので、ご実家があるので、そこから通いながらできたっていうのが大きいかもしれないですね。なるほど、うん、なるほど。野宿はしてないです。でもまあ一月に1万円っていうご負担と、まあ、作っていくこの、はい、まあこれからもまだ作り続けていくと思うんですけれども、はい、ここまでで、あの ご自身のあの時給はちょっとなしにして、どれぐらい費用かかったらここまで持っていける。あ、これはですね、僕の場合はあのほとんどもらいもんとか、あの、ま、周りに生えてる竹とかもこれとかもその外に落としてるんですよ。ああ、3000坪ありますもんね。はい、だ材料費そのものは20万ぐらいです。すごいんですよ。僕はそういう感じなんですよ。今あの Facebook のコメントの方に、床もタイル割りですかねっていう話が来てるの、ちょっと床の話をしていただいていいですか。ですね、このあこれがあこの床はその床、ですね、あの30センチ真四角の、石のタイルなんですけど、中野城駅に前貼ってあったのを剥いだ 業者さんがたまたま持ってて、で それをもらいました。
もうなんか、うん、超持続可能性社会っていうかもうリサイクルすごいですね。無駄にしないです。いや結構そう、あのなんだろう、そのうちのくらいの規模、中之条町ぐらいの規模あるあるなんですけど、結構欲しいって言ったらもらえるんですよ。東京とかだとありえないと思うんですけど、なんか欲しいな、これ欲しいなってインフラ、まね、インフラ化して歩いてるともらえるんです、そういうこと多いですね、うん、もらえること本当多いですよ。言ってみるもんですよ、本当結構もらえますよね。一回言った方がいいね。欲しい、一回言った方がいいですね。欲しい、こういうの欲しいなーっていうと、結構でも移住されて、そう、移住された方ね、そういう人多いですよ。そういう意見があって、あの本当群馬県の魅力じゃないですけど、あのなんか群馬県で物いっぱいなんか欲しいっていうと結構叶いますよね。群馬県っていうか、中野城ですかね。都市部じゃ難しいか。上は本当でもなんか結構そういう話を聞く。うん、でこれを次の写真がこの右側の外のところ、外側から撮った写真ですね。はい、こちらです。こういう感じなんですよ。かっこいい。はい、であのちなみにこの外壁 の、ね、あのこれ杉板張ってるんですけど、あのうちの前に十何メートルの杉生えてて、はい、でそれチェーンソーで倒して、はい、で製材して張ったんです。やりたい放題ですね。やりたい放題。めちゃくちゃ面白そうですね。やりたい放題。あのちなみにそれ木倒したのは今年の正月です。あ、元旦に倒したんです、これ。ああ、めでたい。元旦に温泉入って倒したんですか。お、これ倒して温泉入ったんですか、元旦。いや、入って、っけ話戻っちゃう。入ってから戻ってきて、はい、倒してもう一回入ったから、はい、でもなんか、お話聞いててすごくあのなんか僕はこの家作りがもう趣味にしか見えなくて、贅沢な趣味だなと思って見てたんですけど、はい、自分にはできないとあの思いつつ、でもなんか例えば趣味に1日あの1月に1万円使うって、例えばスノーボードとか、何でしょうか、サーフィンとか、はい、なんか食べ歩きでもそうなんですけど、まあ、月に1万円ぐらい普通だと思ってて、はい、なんかそういった意味で考えると家作りが趣味ってめちゃくちゃなんかまあ、趣味というか、あの僕あのここに住んでるので、あの家ですね。だから趣味というか、その生きるためにやったっていう感じなんですけど、自分で住みたいっていうか、自分でしたい環境に住みたかったので、どこでもよくないなと思って、で人から与えられたもんじゃなんもないので、やっぱ自分で作るしかないなっていうのはやってみてえなって思って、いやこれなんか何でも屋さんっていうのをなんか分かりました、謎でしたけど、これは確かに何でも屋ですね。はい、何でも屋なんですよ。これなんか建築のなんかお勉強ってどこかでされてたんですか。3年ばかり大工やってます。なるほど、だからできるんだ。でもまあ例えばこれいきなりこれをやれって言われると普通の人はできないと思うんですけど、はい、なんかそういう古民家とか、中之条町で購入してなんかこの辺、はい、あの自分らしくなんか作りたいんだっていう時は村上さんとか悟りさんとかお手伝いなんかご相談したらやっていただけるってことなんですかね。そうっすね、はい、僕は相談してもらえば、この程度ぐらいだったら僕でもできるし、この程度ってこの程度この程度って全業者全業種紹介できるので、あ、そっかそっか、はい、そうですよね。業者さんがいっぱい、左官さんでもなんか水道でもいろいろありますもんね。もうそうし、僕もそういう仕事してきたのっていっぱい、だからなんかまあ何でもす、はい、大概できます、はい、すごい、なんかもう すごすぎてちょっとちょっとそうなんですよね。自分もあのインタビュー動画撮りた時にちょっとすごすぎて、はい、ね、ちょっと違う、あれと思って、うん、テレビの写真が、はい、あるんだ、はい、これが、ああ、うんうん、途中ですよね。ここがあの唯一の寝室なんですよ。その一部屋だけある部屋なんですよ。あとは、はい、どこですか？右最初に見た写真から見て左側がこれなんですけど、この辺です。その辺りに部屋が、あ、はい、このあっち側が見えてるじゃん、左上の写真 の、うん、あの手前に柱があるんですよね、はい、これがこの下の右下の柱です。はい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 、で生まれたんですね、部屋が作られた、ね、あの柱だ、土台も入れ直して、柱も立てて断熱材入れて、ああ、足とかも入れて、へえ、このあっち側に見えてる窓枠とか ここん家にあったやつなんですよ。ああ、だからあこれここに欲しいなと思って、じゃあこういうことかなと思って、ではめました、下地作って、で下地の跡が
こちらですね。あら、すごい。なんかまたいい感じに仕上がってきてますね。いい感じですよね。こういう感じになったんですよ。すごい。いい感じですよね。いい感じですよ。写真で見るといい感じですよね。このいい感じ、これはなんかいい感じ。上スライドの引き戸みたいな感じなんです。あ、そうそう、あの左側のが、あの真っ黒いのが。へぇ。はい、そう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 。が引き戸っていうか。うんうん。はい。これなんか村上さん最初あの1万円でこちらをつなぎされた時なんかこのゴールはなんか想像できてましたって、できてないと思うんで、できてない、全然できてないですし、なんかそう最初の頃やっぱそうさっきビフォーのこの空間のビフォー写真であったように向こうが見えてたんで、悟りさん家遊び来ると外にいるのか中にいるのか全然分かんなかった、ここは家のなんか壁がなくなってて、あれ悟りさんは何を目指してるんだろうって若干不安になってたんですけど、2年待った甲斐が ありました。いや、本当ですね。これなんか平方さん、なんか山奥で誰か何か変なことしてるってクレームがあの役場に連絡来たりとかなかったんですか？いや、それは特になかったです。あ、役場に、よかったよかった。あの、僕から話していいですか？はい。あの、引っ越したばっかの時に、あの、いきなり火つけて燃やしたんですよ、俺、バーっていろいろ。おっしゃってましたね。はい。そうしたらご近所さんが、あの、人がいねえところからあの煙が出てるって言うんです。あ、ほら。あのすぐに飛んできてなんだ人がいたんかいっつって、でところであんたはっつってあどうも初めましてっていう感じはあったんです。挨拶回りに行くギリ前ぐらいですかね。そうそう、完全に燃やしちゃった。先に始めちゃったんですね。うん、そうそう、タイミングが合うんです。まあなんかこれあの佐藤さんの例は本当特殊な例だとあの思ってるんですけど、まあ、いや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 全然特殊じゃないです。中野城で住むんだったらこういうことですから。本当ですか？こういうことってハードル高くなっちゃった。ハードルが高くなっちゃった。いやいや、あのいやそういうことじゃなくて、あの好きなようにしていいんだよっていうことです、うんうん、なるほどなるほど、うんうん、でもなんか こういった空き家のご紹介、まあ空き家の紹介というか空き家は多分つながないと紹介してもらえないと思うんですけれども、はい、この辺はきちんと村上さんがサポートしてくださるっていうところが中之条町のすごい強みっていうことがあの大変よく理解できました。うん、ありがとうございます。いやなんか10年でよくここまで結構あと賃貸、ね、うん、どうぞ、はい、あすいません話途切れちゃって、そう、うちの場合結構やっぱ最初に移住してきて急に買うっていうのはなかなかね、空き家買うって相当なことなので、やっぱそうそう賃貸のパターンがほとんどで、結構それは最近普通に貸してくださって DIY も自由っていう物件は多いですよ。なるほどなるほど、はい、素晴らしいですね。なんか僕はスマートのウェブサイトでは、はい、そのなんて言うんでしょうね、移住するために例えば求人がこれ、こういうお給料でありますとか、空き家がこれぐらい あの値段で売ってますみたいなものではなかなか人って移住しないと思ってて、条件面では。ただあの人その町に住んでいる人とコミュニティの見える化っていうものは本当に人を動かす力があると思ってるんです。なんかそういった意味では今日ご紹介いただいたあの村上さんとかの活動だったり、コーディネーターとしての活動だったり、実際に移住してあの家作りとかこういう DIY する楽しみ、まあ本人はあの生きるためって言われましたけど、なんか僕は趣味と捉えるとすごく豊かな趣味だなっていう、ね、そうですね、なんか思えたので、最高の遊び場ですね、はい、いやーね、そうですよね、最高の遊び場です。そういったのができる環境が中之条町に整ってるっていうところが、もうなんか一回行ってみないといけないなっていう気持ちになりました。ぜひお越しください。ですね、3人がやっぱりですけどね、はい、ストイックハードルが上がっちゃった。これまだなんか悟りさんみたいな月1万の住宅っていうわけではなくても、なんか古民家でなんか紹介してくださいなんて村上さんに相談に行くことは可能なんですよね。あ、もちろんもちろん可能ですし、あの後でもお伝えしようかと思ってるんで、いつでも連絡メールとか電話とかでいつでも大丈夫なので、言ってくださったら何でも、こんなこと言っても大丈夫かなっていうことは全部あの遠慮せずに言ってもらったら、なんとかなるパターンがほとんどだったりするので、何でも言ってください。ありがとうございます。フェイスブックのコメントの方に、週末だけ移住とかどうでしょうっていうコメントが来てるんですけども、週末だけ行ってみるとかっていうのも中野じゃ可能ですかね？あ、可能ですよ、全然。週末だけ移住したいっていう方かな、まあ、首都圏から、まあ、中野城は割とちょっと遠目にはなっちゃうけど、あの全然私たち東京とかそういったとこ日帰りで行くような感じの、そんなに離れた地域じゃないので、ね、イコテン空中もできなくはないかな。ただ毎日通勤とかになるとちょっと現実的じゃないかなと思うんですけど、週末ごとにいらっしゃる方なんかは、うん、いらっしゃるので。
ちなみに週末こうなんか村上さんとか悟りさんの DIY、まあ、悟りさんの方は多分お手伝いあのするレベルとしてはちょっとレベル高いような気もしてるんですけど、はい、お手伝いとかをした後になんか宿泊したりとか宿泊施設とか中野城町にあったりするんですか？泊まれるところとかお手伝い。泊まれるところはもちろんありますし、ゆくゆくだからうちとかもあの泊まれるように改修が進んでないのでしたかったりとか、あとはあのちょっと今先ほど平方役場の平方君からあのあったと思う説明があったと思うんですけど、体験住宅移住体験住宅とかも完備しているので、うん、あと温泉宿があったりとか泊まれる場所はいっぱいあるので言っていただいたりとかしてそれ含めてコーディネートしますので、ね、気軽に言っていただけたらなんかお手伝いして住民の皆さんと仲良くなって、うん、美味しいもの食べて、あお手の窪で美味しいもの食べて、うん、ありがとうございますこれもうワンパッケージですね。全然週末それだけでも楽しそう、うん、ぜひぜひ、はい、もうそういったところを目指してますので、ありがとうございます。今まあなんか Facebook のコメントもいろいろいただいてて、上原さんありがとうございます。すごいな、設計図は悟りさんの頭の中ですかって質問がありますけど、それが僕もだからあの作りながらこうなったなって感じですね。すごい、当初の予定通りじゃないです。全然だあの最初はあの石じゃなくてそのコンクリートにしようと思ったんですから、これおだけどコンクリートやろうと思って人にたなんか紹介してもらったらその人が石持ってたんですよ。なるほど。なんかじゃあ石にしますみたいな感じです。即興っていうかなんかジャズですね。家作りジャズな家作りですね。さすが。さすが。そうでも古民家改修あるあるですね。なんか新築の家を建てるよりも、うん、こう既存のものをやっぱ直すってすごく、特に古民家とかだったらいろいろ予想外のことができてきたりとか、あとはここをどうしたらいいだろうみたいな謎のなんかへこみとか謎の柱とかなんかいろいろ出てくるんですけど、うちももちろんやりながら当初の計画は大体大まかにはあったんですけど、うん、やってみたらなんかこっちの方がかっこいいんじゃないみたいな感じで都度協議しながらいろいろやりました、大工さんとかと。すごいジャズですね、うん、ジャズですね。これジャズですよ。ジャズな街っていうあの PR の、あの攻めたらいいじゃないですか、ね、ええ、ジャージー中野城でじゃあ。ジャージー、なんかジャージー牛乳みたいな、あのそんなに困った顔されるのであれば大丈夫ですよ。すいません。余計なこと言ってすいませんでした。でもなんかあの楽しいですね。そういったあのお手伝いができたりするっていう環境とかも。なんかすごくいいコミュニケーションになると思うし、いきなり移住じゃなくてなんか村上さんとか悟りさんのやってらっしゃることをお手伝いして街の風景とか見ながら中野城町知れると最高ですね。ありがとうございます。そうだな、金子さん秘密基地みたい、中野城民優しいとか書いてくださってます。ありがとうございます。ではまあ一旦あの、まあ、皆さんあのご自身が DIY されてる古民家とか改修されてる古民家についてお話しいただきましたが、まあ、改めて、まあ、中野城町の魅力みたいなものとかあの、実際にあの村上さんと悟りさんはあの移住をご経験されてると思ってるんですけれども、なんか移住を検討するときにこの辺はあの先にちゃんと考えてた方がいいよみたいな、中野城町に移住するんだったらこういうところを考えてた方がいいよみたいなところあればご紹介いただきたいんですが。はい、村上さんからどうぞ。じゃあ私先に喋ります。じゃあ、私はどっちかというとその中野城だけじゃなくてその移住全般の話になってしまうんですけども、とにかくなんだろう、今までいろんな方の移住のアシストをさせていただいておりまして、サポートをねさせていただいておりまして、うまくいってる人の共通点っていうのがやっぱりその先の移住ってあくまでこの段階手段でしかないので、その先のやりたいことだったりとか、うん、なんで移住するのかっていう目的が明確の方の方があのその後もあのなんだろう、うまくいってるパターンがほとんどなので、うん、とにかくそれだけかな。とりあえず何が自分でしたいのか、どんな風に生きていきたいのかだけぶれずに考えていただければいいかなって思ってます、うん、はい、じゃあ悟りさんにつなぎます、どうぞ。な、僕もなんかそういう考えなんですけど、僕は基本的に移住とかを進めてるわけではないので、うんうん、あのしたきゃしろよっていう感じなんですけど、うんうん、だからその時に中野城にもし移住するんだったらっていう話で言えば、やっぱりなんかその土地の魅力で移住とかは決めない方がいい。おう、すごく面白いご意見ですね。あのこの間もその村上さんとかその猪熊さんとも喋ったんですけど、やっぱり人ですから、うん、あの土地の魅力っていうのは人が作り出すものだと思ってるので、うんうん、そのだからあの村上さん家の手伝い行って、あいいとこだなって思う人の思えば移住考えてるとすぐしちゃうと思うし、うん、あのだから土地の魅力っていうのはあんまり
考慮しない方がいいかな、あの行けばいいだけなんで。まあ確かに私も全国いろんなとこ見させてもらってますけど、どこも魅力的なんですよね。そうですね、あのもっと簡単に言えばもう どこでも一緒なので、うん、そういった意味ではなんか相性みたいなところで、はい、あのね、分かると人とのつながりみたいなところが、相性って人だと思うから。私もそうですね、さとりさんの意見大賛成 で、そうそう、あの仲良くなった、もう本当に日本全国いい場所だらけなので、うん、いかにそこ地域の人と仲良くなったもん勝ち、仲良くなったらそこと馴染めるし、もうどんどんなんていうの、そうそう、仲間を作ったもん勝ち、これあのがあるので、ぜひどんどんなんか積極的に、うん、いや本当ですね、僕もなんかいろんな全国の移住をこう頑張ってらっしゃる自治体の皆さんお手伝いしてるんですけど、うん、住民の人と仲良くなりたいと思っても仲良くなる術がない町が多いんです。あ、確かに住民の人に意見、あの仲良くなったり話したり、お店に行ってご飯を食べて、うん、お店の人に移住考えてるんですけどいいですかって言われて、お店の人もそんなこと言われても分かりませんなんていうケースが多いです、うん、ただ中野城町の場合は、その DIY をお手伝いするっていう余白がめちゃくちゃ魅力的だと思ってて、まあ、そこでちょっと相性が合わないなと思ったら他の地域探せばいいし、うん、なんかここでもうちょっとなんか深く関わりたいなとかお手伝いしたいなっていう先に、うん、まあ、移住っていうのがたまたまゴールがあればミスマッチも減りそうですごくいいなっていうふうに思いました、うん、そうですね、私そこで私の出番になるので、うん、その方の性格を見極めて、この人だったらこの人だなっていうおつなぎをするんですよ、いつも。素晴らしい。そうなので、仲間作りは二人三脚でやりますね。なんかこういい汗かきにレジャー感覚で行ってほしいです、ね、汗はかかないかも、寒いからこれからありがとうございます。今なんかここからはまあ猪駒さんにちょっとお返ししたいんですけれども、はい、県内のこういろんな古民家だったり、そういったなんか情報っていうところをご紹介いただけるということなんですけれども、はい、今日は中野城町の移住コーディネーター村上さんと先輩寿さとりさんにちょっとスポットを当ててですね、紹介させていただいたんですけれども、県内かまだ群馬県内各地でですね、公民館ですとか空き家改修頑張っているところがありますので、ちょっと紹介させていただきます。また資料を共有します。ちょっとまとめたところで、私は気づいたんですけど、西の方に、群馬県西の方に公民家系結構強いなっていうところがまとまってまして、はい、まあこれ西だった、鶴舞う形の群馬県っていうの、形の鶴が舞ってる形の羽のところですね。まず最初がこちら藤岡市ですね。こちらも今地域おこし協力隊の方が頑張って公民家改修しておりまして、で藤岡の方もアーティストの受け入れの、そうなんですよね、知ってる知ってる、藤岡、はい、ね、施設として今頑張ってるところですね。でこのあとちょっと11月にイベントがこうやる予定があるので、このあとまたご紹介させていただきます、はい、続いて富岡市ですね。こちらも村上さんと同じように、古民家の改修を経験した移住コーディネーターが在住しておりますので、古民家関連の移住相談もお受けすることができます。で移住コーディネーターだけではなくて、移住者の中にもですね、古い農機具小屋を改修してコーヒー焙煎所を作成した方ですとか、また市の方も築140年の養蚕農家を養蚕体験研修として改修しまして、今地域おこし協力隊の OB が実際に住みながら養蚕を行っている場所などですね、古民家の改修は結構活発な地域でもあります。富岡市の事例はですね、ウェブマガジンの眉と糸というものに掲載されておりまして、こちらインターネットからひらがなで眉と糸と検索していただきますと出てきますので、ぜひ興味のある方はご覧ください。はい、そしてこちら南牧村ですね。じゃあ南牧村の方は空き家バンクを古民家バンクとして活用しておりまして、まあ、ほとんど村内の空き家が古民家として建っているというところで名前を変えて活用している事例ですね。で現在空き家バンク案内もできるんですけども、実際の気に入って契約まで進むよってなった場合にはちょっとお時間をいただくことがあるということなので、その点だけはご了承ください。はい、県内は以上ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、県内の情報ということで、まだまだ、まあ、なんか、群馬県で中山道を取ってましたよね。取ってます。はい、まあ、中山道のこう宿場町沿いなんていうのは、まだまだ活用しきれてない町屋みたいなのがいっぱいあると思うので、まあ、古民家とかに興味がある人、まあ、古民家の取得が難しい場合は、さとりさんみたいに月1万で、3000坪。そうですね、一山持ってますから。一山持ってる。で、正月に杉の木を倒すっていうね。何やってもいいんだから。なるほど。いや、こういうことができるのはすごく強いですよね。
多分これからこういうことだと思いますけどね、うん、これからはなんか東京では絶対できないですもんね。うん、できないですよね。今移住者とか移住関連の問い合わせみたいなものは いかがですか、はい、なんか増えてる減ってるみたいな。あ、正直増えてますね。相談自体は増えてます。ただほらコロナの関係とかで現地案内とかなかなか最近は再開したりとかしてるんですけど進まなかったりとかするのでもう結構、はい、結構いっぱい詰まってます毎週末ですか、うん、やっぱ若い世代の方が多いので平日はお仕事されてて、うん、週末は大抵埋まってるかな。現地案内させてくださいなんて言ってて、はい、なるほど。今平方さんたち役場の方への相談っていうのも同じように増えてる感じですか。まあ、最近だとそんなには相談来てないですね、はい、コロナ前とコロナ後みたいな変化ってございましたでしょうか。まあ、私が、まあ、移住担当になったのが4月なんでもうその時はコロナ禍だったんで、うんうん、コロナ前っていうのがちょっとわからないんですけども。なるほどですね、ありがとうございます、はい、今実はちょっと画面共有させていただきますがスマートというウェブサイトの中でですねこちら、トップページのちょっと下のところにオンライン移住相談センターっていうコンテンツがございます。ちょっとこれ表示させていただくと、はい、こちらにいろんな自治体さんにオンライン上で、まあ、Zoom だったりいろんなツールをスカイプだったりツールを使って相談がもう直接できるっていうものがあります。で現在群馬の群馬暮らし支援センターっていうところにこういったオンラインの移住相談センターで直接相談することもできます。これ猪駒さん古民家とかに興味があるんですみたいな形で相談することもできるということで認識あってますでしょうか。そうですね、群馬暮らし支援センターでもいいですしこの後ちょっとご紹介しようと思ってたんですけど今月火水はうちの移住促進係の方でオンライン移住相談受け付けてますので受けたもので市町村におつなぎできるものがあればその方に合った市町村を県の方でも紹介させていただきますので、すげえ今そちらなんか画面共有かなんかできますか。あ、はい、お待ちください。はい、で窓口の紹介ということで群馬全般ですね。で移住全般のことですとかあとはまだちょっと相談まで至らないんだけど資料が欲しいよっていう方もこちらの群馬県庁の私どもの、群馬暮らし外国人活躍推進課の移住促進係というものがございますのでこちらのアドレスまでメール1本いただければまたお電話でも大丈夫です、対応いたします。で下の QR コードありますけれどもオンライン移住相談も受け付けておりますのでこちらから QR コード読み取っていただけますと予約ページまで飛んでいきますのでぜひご活用のことお願いします。また今日のセミナーを聞いてですね群馬全般ではなくても中野城にちょっと興味があると中野城について聞きたいという方はですね中野城町の企画政策課企画調整係ということで今この番号が直通電話番号になっておりますので電話していただくと平方さんが対応してくれると思いますのでぜひ問い合わせの方をお願いします。また役所だけではなくて移住コーディネートの村上さんに直接ご相談することも可能です。やべえじゃん村上さん直接これ個人の、はい、個人の電話番号ではなくて業務用の携帯電話なので、はい、あ、これが中野城町の移住相談の電話番号で個人番号載せないから大丈夫ですか。はい、はい、ここで手金なく、はい、直接相談していただいても構いませんので、はい、あとは東京のふるさと回帰支援センターの方にですね群馬暮らし相談員ということで実際にここは対面でもご相談ができます。ちょっとコロナの影響でですねそれ以降はずっと事前予約制にはなってるんですけども実際にやっぱり人とこう顔を見て話したいっていう方はこちらにご予約いただきまして月曜日休館なんですけれども、火曜から日曜の10時から18時でやっておりますのでぜひお問い合わせをお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。残り2分になりました。今 Facebook のですね、コメント欄に記載させていただきましたが今回アンケートにも、ちょっとアンケートをご用意しております。アンケートにご協力いただくと猪駒さん何かプレゼントがあるんですよね。あ、県庁の方で持っているですね群馬ちゃんグッズをちょっと今物がないんですけれども進展いたしますのでぜひアンケートの方をご覧いただければと。あ、本当にちょっと簡単なものなんでそんな期待はしていただいていただいて、はいはい、ぜひアンケートの方もご協力お願いします。はい、まあ、住所とかもね記入していただくコーナーがあるので、はい、そちら書いていただけると、群馬ちゃんグッズ群馬ちゃんグッズそうですねオリジナルのがもらえると。はい、皆さん大好き群馬ちゃんグッズがもらえる、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか移住施策みたいなところで、そうですねなんか皆さん最後にちょっとこう PR しておきたいこと、ということあればなんかぜひ一言いただきたいんですけれども。じゃあ先にちょっと私からいいですかね。はい、先ほど経験じゃない、体験
というところでお話がありましたので、県内で体感できる古民家を使って体感できるイベントをご案内いたします。まず中之条町、先ほど、村上さんが改修していた古民家ですね。こちらの今写真の右手側、襖があるんですけども、こちらですね、こちらの襖の改修ワークショップを年度内に開催予定となっております。まだ実施時期が未定なので、そうそう、はい、あれなんですよ、向かって案内します。はい、お願いします。襖が、襖がね、古い襖でめちゃめちゃかっこいいんですよ。だからここにあの今時の襖を貼りたくなくって、これをどっちかというと回収っていうか復元するワークショップを中之条ビエンナーレ関係でアーティストがいっぱいいるので、そういった方と一緒にワークショップ形式でやりたいな、3月までにって思ってます、はい、よろしくお願いします。はい、いっぱいいていいな。藤岡ですね、サプリさんも来て、はい、お願いします。藤岡の方はあの日が決まっておりまして、11月15日ですね、先ほど の, あの藤岡市の古民家の改修地点のところでアーティストの個展を開催します。画面に今記載中の、小島千恵さんですかね、うん、あとは平塚直人さん の, この空間装飾作家さん、お二人の、個展を現在藤岡市の改修中の古民家で行います。で、一応参加希望の方は藤岡市の地域おこし協力隊、星野さんという方が窓口になりますので、こちらのアドレスまであのお問い合わせいただければ、あの星野さんで対応してくれますのでお願いいたします。で、細かい詳細はまたこちらの群馬県の移住ポータルサイト群馬の日々ですとか、あとはスマートの方に群馬移住計画という、まあ、群馬県のアカウントですね、こちらでどんどん公開していきますので、今後もチェックの方をお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。ちょっと2分オーバーしてしまいました。ではまあ皆さん、あ、まあ、あの中之条町、群馬県全体でなんかお手伝いとかから始まるいろんなつながりとか、そういった余白を皆さん作ってお待ちいただいてますので、ぜひまあ、スマートを通じて、もしくは直接の連絡でも結構だと思うんですが、ぜひ連絡をして、していただけると嬉しいです。はい、では1時間半というあの長丁場になりましたが、ご視聴いただいてありがとうございました。では群馬でお待ちしてますという形でお別れしましょうか。はい、はい、ではありがとうございました。お待ちしてま す, お待ちしてます。はい、ありがとうございました。待ってます